皆さんこんにちは、橋本美香です。今年もよろしくお願いいたします。今年初めての動画ということで、今日は去年1年間どんなことをしていたのか、何があったのかっていうお話と、今年1年間こんなことをする予定ですとか、こういう風にしたいなっていうような、抱負をお話しする今日はトーク動画になります。私ちょっとね、雰囲気変わったと思いませんか？雰囲気変わったっていうか、なんか今違和感ですよね。前髪を切りました。なんかまだ見慣れなくてちょっと似合ってないと思うんですけど、まあ見慣れないから似合ってないのか、そもそも似合ってないのかは微妙なんですが、今年初動画ということで、今日動画ねちょっと長くなるかもしれないんですけど、もしよかったら最後まで見てくれると嬉しいです。動画を見て何か思うこともあったりとか、あとはもうシンプルに、何か伝えたいことがあればぜひぜひコメントください。ということで早速話していきましょう。まずですね、去年1年かけて頑張ったこと3つあります。1つ目はですね、こちらですね。これサンプルなんですけど、まだじゃーん。はい、ネイリストミカ初の本が発売いたします。イエーイ。この本を作るのにもう本当に1年かかりました。すごいいろんな知識とアートっていうのがギュッと詰まった本になってまして、もうこだわり部分がいっぱいすぎて、なかなかねちょっと時間がかかってしまったんですけど、その初書籍、1月26日発売となっております。1月26日に発売なんですけども、それよりも前に動画の詳細部分とコメント欄にもリンク貼っておきますが、予約していただいた方にはなんとサイン入りでお届けしたいと思います。数量限定となっておりますので、早いもの順ということになっているんですけども、サイン付きで本を発売日にお届けしたいと思いますので、ぜひ皆さんご予約ください。はい、お願いいたします。でこの本の内容なんですけども、ネイルアートバイブルということで、もう本当にネイルの教科書のような感じで、基礎から応用まで全てギュギュッと入っております。はい、でですね、そのネイルのやり方とかネイルの基礎知識的なことだけじゃなくって、私のネイルサロンの様子とか収納方法とか、あと家族のこと、仕事のこと、美容のことなど、いろんなプライベートの質問にたくさん答えてたり、いっぱいね私の写真がたくさん入っています。小さい頃の写真が載ってたりとか、あと友達との写真があったり、家族の写真があったり、なんかいろいろ載ってるスタイルブック要素も入った本になっていますので、ぜひぜひ、はい、皆様読んでいただけると嬉しいです。はい、そんな本の制作っていうのをもうこの1年間本当に頑張りました。2つ目がですね、アフロートネイルスクールのオンライン校の立ち上げに1年もう本当に頑張りました。でこちらに関してはまだ継続されていまして、でもうね本当に 90% ぐらいできたので、あとはテスト運用ですね。学校を運営してみて、いろいろ問題点がないかとか、もっとこうすればいいんじゃないかっていうところをもう少し深くしていって、まあ近々ね、春までにはオープンしたい。ちょっと新しい取り組みをたくさんした学校になるので時間がかかりましたが、間もなくね開校となります。アフロートネイルスクールオンライン校プロデューサーとして本当にゼロからシステム作って、カリキュラム考えております。撮影もしてで技術面に関しましては、アフロートってねめちゃくちゃ大きな学校で、ネイルスクールで検索したら多分一番上ぐらいに出てくると思いますので、知ってるっていう方もいると思うんですけど、優秀な先生がいっぱいいるんですけど、その中でももう特に優秀な先生方っていうのに監修していただきましたので、もう本当に技術はもちろん、検定合格のために必要なポイントっていうのをしっかりオンライン上でも学べる学校になっております。ぜひぜひ開校した際には、もしご興味がありましたら入学してみてください。はい、で実際に先生に行って教えてもらいたい派の人ももちろんいると思うので、そういった方は通学本当に学校に通うのをおすすめします。で、橋本美香の動画見ましたとか、橋本美香でアフロート入ろうと思いましたみたいなことを入学時に言っていただいた方には、私から頑張ってねという気持ちを込めて入学祝いということで、レティジアのネイルブラシ6本セット。ね、こちらを、橋本美香を見ましたと言ってくださった生徒の方には、プレゼントするという風になりましたので、ぜひ、これからですね、アフロート入学しようかなと思っている方は、ぜひ、一言言って、ブラシをもらってください。はい。で、通学校はそんな感じで、はい、中学校に行く方ももちろん応援しますし、オンライン校入学してくださる方にも、特別な入学プレゼントを用意したいなと思っております。そんな感じで、去年は学校、しかも結構大きな、はい、学校ネイルスクールを、ゼロからアフロートの新しい新事業として立ち上げてオープンさせるっていうことを、まあ、オープンまだですけど、頑張りました。で、まだ頑張ります。はい。なかなかね、はい、もうすぐ形になりそうで、もう本当に泣きそうなぐらい嬉しいです。はい、無事オープンできますように、もうそればっかり祈ってます。3つ目。前動画でも報告したので、知ってる方も多いと思いますが、レティジアからジェルネイル検定指定ブランドを出しましたピンクの容器でレティジア4ライセンシャーという名前のものがあるんですけども、こちらがですね、検定で使用できる指定ブランドに認定されました。認定されるためには、品質しかりいろいろ手続きが必要で、どんなブランドでも認定されるわけではないんですけども、無事レティジア4ライセンシャーが指定ブランドになれたということで、これからね、本当にこの私の動画をきっかけにネイルを始めてくださった方とか、スキル上げたいと思って検定受けようと思ってくださった方が、レティジアをね、使って検定合格してくれる日っていうのを本当に夢見てたので、これを指定ブランドにできたことはすっごい嬉しかったです。それをね、去年やりましたね。はい、その1年かけてやってたことっていうのは、この3つかな。本、学校、検定ブランドということで、はい、いろいろありましたね。で、去年新しく始めたこと、まず1つ目はですね、オンラインサロンをオープンしました。7月かなにオープンしたんですけども、やってみて思うけども、なかなか大変だけど、でもこの間 Zoom で皆さんとミーティングしたんですよもうそれがね、すごく楽しくて、やっぱりこのオンラインサロンやってよかったと思ったし、もともとレティジアアンバサダーとかそういう方っていうのを見つけたいっていう気持ちもあって、オンラインサロンやり始めたんですけど、それだけじゃなくて、もう本当にもっとこのサロンメンバーのみんなと一緒に新しいことをやりたいってすごく思いました。皆さんにとってもメリットになるようなことっていうのを、私が考えて提案できるで、一緒に頑張ることでどっちも上がっていけるようなことっていうのを何かやりたいなって本当にすごく思いました。実際の距離は遠いけど、Zoom で近くでお話しすると、すごく向上心がある人だなとか、いろいろ悩んでるけど前向いて頑張ってる人だなとか、センスがある方だなとかね、はい、デザイン見てたりしても思うし、お話ししても気づけて、そんな方々、せっかく私のオンラインサロン入ってくださったので、何かしたいって思えた、はい、オンラインサロンになります。で、もう一つ、私会社をもともとやっているんですけども、その中で新たな事業っていうのを実は立ち上げて去年取り組んでまして、今も取り組んでるんですけど、それがウェブサービスですね。アプリケーションとかウェブサービスの自社開発を今やってるんですけども、その新事業というのを立ち上げましたこれは結構私の中でも大きかったことなんですけど、皆さんにぜひ使っていただきたいウェブアプリケーションっていうのを作っております。それが、今年リリースされることが決定いたしまして、はい、ネイルのね、ウェブサービスになるんですけども、まだ全部を説明することはできないんですけど、簡単に説明すると、ホットペッパーとかネイルブックとかネイリーみたいなネイルの予約をしたりとか、あとは集客をすることができるアプリケーションなんですけど、それプラスネイルのいろんなやり方っていうのを学ぶことができるし、さらにここはまだ言えないんですけど、はい、皆さんがしっかりネイリストとして稼ぐことができるという、ネイリストさんとセルフネイラーさん、さらにネイルサロンを予約して探す人のために、もうこの3人のために作ったサービスになります。ちょっとなんかもっとね、しっかり説明できるようになった時はサービスの本当に他と最も違ういいポイントっていうののシステムを皆様にお伝えできたらと思うんですけども、まあ今のところ概要にはなりますが、そんな感じになっております。第1リリースが2月末ですね。日付的にはもしかしたら3月何日とかいい感じの日にするかもしれないんですけど、その時にリリースして、で、第2リリースセルフネイラーの方々に使っていただけるのが、夏前ですね、6月かなになると思います。で、全部のアプリ完成するのが、夏秋になると思いますので、もうほとんどね出来上がっていて、微調整を今入れてる段階になってます。はい、もう本当に嬉しい。大変だったまだやってるけど、しかもまだ続くけど、オープンっていうか出せると思いますので、その時には是非ね、皆さんサービス使っていただきたいです。早くリリースしたいなはい、で今年ね、じゃあどんなこと、さっき言ったこと以外で、ね、どんなことを新たにしたいのかっていう、これは実現できるかどうかは別として、はい、抱負というかやりたいなっていうことなんですけど、まずレティジアを、もっともっといい商品を出していきたい。今ちょうど開発中で、もう本当に爪が傷まないジェルっていうのをやっぱり出すべきだと思っていて、今のままだとレティジアでもいろいろ工夫する商品出してますけど、どんなに工夫してもやっぱりちょっとね、爪に負担がかかってしまいます。どうしてもやっぱり、化粧品たるもの、肌や爪に負担がかかっている商品っていうのは終わってしまうと思ってる絶対長続きはしないと思うので、やっぱり負担がない、ジェルっていうのを出したい、絶対に出すってか、もう本当に最終段階までサンプル出来上がってきてるので、年内、本当に今年には絶対発売できるとは思ってるんですけど、ネイルの爪に負担ゼロを目指して、負担ゼロを目指したジェルネイルっていうのを発売したいと思ってます。はい、またね、商品ができたら皆様にも報告したいと思っています。はい、ということで、ここで終わってもいいっていうか、そろそろ終わったらって感じだと思うんですけど、最後にやっぱり YouTube ということで、 YouTube の去年と今年のことについてちょっと話したいと思います。これちょっと短めにするので、もうちょっと聞いててくださいね去年はね、あんまり大きな成果っていうのを正直出せなかったなっていうのが自分の中の感想です。さっき言ったみたいに、他にもこう取り組んでたことっていうのが結構大きなものがボンボンボンあって、なかなかバタついたっていうのもあるし、息子をね、一昨年出産して、去年1年間はほぼ子育て、初めての子育て1年目に追われてたっていう感じで、インスタとかでもよく、あと夫婦チャンネルの方でもお話ししたんですけど、本当に寝ないタイプで、1歳になるまで本当にリアルに1時間半おきに起きてたんですよ、毎日で精神が病むって感じで、すごく正直しんどかったかな。わからないことも多いし、楽しいけど大変だった。で、1歳過ぎて今もね、3、4時間ぐらいはまとまって寝るし、お昼寝も1時間ぐらいはしてくれるようになったので、だいぶもう本当に熟睡させてもらってるのと同じぐらい、その1時間半おきに起きてた時と比べると今すごく楽なんですけど、そんな感じで結構仕事と育児っていうのがこうドドンって重なっちゃって、なんかあんまりYouTube をすごくこう真面目にたくさんいい動画をいっぱい上げて、たくさんの人に見てもらってっていう成果をあんまり出せなかったなってちょっと反省しております。はい、でそんな去年反省いっぱいいっぱいの YouTube、 本当に反省だらけの YouTube だったんですけども、それでもね見てくださる方、いや本当に感謝、本当に感謝してます。応援してくださってる方も本当に感謝、本当にありがとうございます。今年からねいろんなことはやっていくし、これからもいろいろやり続けるけど、原点は YouTube ということで初心忘れる頑張っていきたいなと改めて思っております。で、どんなコンテンツを配信するべきかっていうのもちょっと悩んでいまして、正直どんなのが見たいか皆さんよかったらコメントで教えてください。いつも教えてくれると思うんですけど、この橋本美香チャンネルではこういうのが見たいみたいなものがあればぜひ教えていただきたいんですけども、はい、この動画を通してそのネイルに触れる人とかネイルを始める人とかネイルの魅力っていうのをこうもっと感じて日々を楽しむ竹を作りたいなって思いますね、すごく。ということで今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらまた次の新しい動画でも皆さんお会いしましょう。それでは皆さん、今年1年素敵な1年にしていきましょうね。ありがとうございました。またね。バイバーイ。Nothing